感をアップさせるスキンケア方法を教えてください。はい、とっても透明感に大切なっていうのは肌のふっくら感と全部影響するんですよ。だから赤ちゃんの肌がすごい透明感があるじゃないですか。あれってのは本当に肌に水分がふっくらとしてあるので、すごく大切なのは、ね、血行と肌の水分量と、ね、それから美白効果っていう形のこの3つが揃ってくれると、とってもいい透明のある綺麗な美白肌になるわけだから、それを皆さんにちょっとお教えするんだけれども、透明感出したい場合には美白のためのこういう EA ホースで、これ普通のオイルと違って磁気生成スカラーってのはすっごく浸透しやすいんですよ。ですからこれも肌に浸透させて美白させる。ワンスポイントを取りますね、取りましたね、そうしたらもう自分で気になるシミのところとか美白したいところもあるんだけれども、ポイントポイントで押さえるようにこれも塗ります。でこれも絶対に擦らないで押さえてあげるの、押さえてあげる、押さえてあげる。それから血行良くするために首も少しやって、でこうやってこれ血行良くする、顔の血行良くするためにここまで首までこういう形で少し押さえるように塗ります。美白成分とそれから血行良くして、で本当に新鮮な血液が流れると同時に、で溜まっていたむくんでいた老廃物を流してくれる。これを同時にすると透明感のある美白肌になるんですよ。